今回はこちらミスドのポケモンコラボいろいろゲットしてきたので紹介していきたいと思います。はい、まずは今日11月12日からスタートしたキッズセットの方から見ていきます。こちら強い子グラスがセットになっていて、それぞれ、えっと、ドーナツにドリンクとこちらおまけがついてセットなんですけれども、 今回はポケモンの強い子グラスがついてきました。今回はこれが欲しくって2種類、2セットですね。ゲットするべく買ってきました。はい、ではまずはグラスの方を見ていきましょう。うまく取れるかなはい。あ、結構本当にぴったりサイズの大きさのものが入っていて。はい、これは130ミリかな 小さめのガラスコップなんですけど、これが結構便利で、今までゲットしたグラスはかなりこうね、毎日のように使ってるんですけど、今回のポケモンの商品の一つは、ドーナツとポケモンがこう交互交互に並んでますね。見えますかピカチュウ、ナエトル、ポッチャマ、ヒコザルですね。が2パターンの顔をしています。 どこを撮っても可愛い。はい。そしてもう一つのバージョンがカラフルってなっていて、カラフルの方は、はい、こんな感じになってます。こっちの方がキャラクター見やすいかなはい、ピカチュウ、ポッチャマ、ナイトル、ヒコザルがこちらの2パターンのお顔で並んでいます。どっちも可愛いですけどね。あドーナツ。 模様が目立つのはこっちかな。こっちも一応このポンデリングのシルエットだったりドーナツのシルエットのものとかあるんですけど、こんな感じ。はい、大きさは同じですね。で、しっかり安定するような程よい重さがあるので倒れにくくてそういう点もいいです。で、とっても割れにくいです。さすが強い子グラス。はい、今回の特徴として、 ドーナツがなんとこのとってもかわいい袋に入れてもらえます。これめちゃくちゃかわいいですよね。はい。グレイシアとパチリスかなイーフィアとかもいます。はい。イーブイ、ピカチュウ、ポッチャマ。ますね。はい。かわいい。 今回はえっと、こちらの方に合わせて買ったものとドーナツがね、ミックスされてしまってるので、あれなんですけど、シールもポケモンだったここは見忘れてたよ見てシールもポケモンこんな嬉しいパスタとは。あ、そして、中に入ってる、この、何ドーナツを置く紙これもポケモン仕様だすごいはい。 ミミロルとパチリスですね。と、フレイシャとリーフィア。あと、ピカチュウとブ、e、イいますね。あ、ピカチュウが、パチリスとミミロルといるバージョンもある。ここには、ポッチャマとブ、e、イとピカチュウもありました。かわいい。はい、この中に入っていたのは、じゃじゃーん。イです。これ、ブイも、もう一つピカチュウもあるんですけれども、今回、すごくこの配置とか、 可愛さにこだわりがあって、全部ちゃんと手抜きなくとっても可愛いお顔をしていました。そしてどこもひび割れることなく作られてるのがすごいなと思います。上にかかってるのはキャラメルコーティングっぽいですね。にダイヤ型のチョコレートと目のマーブルチョコを乗せてあって、お口と鼻は描いていて、この髪の毛みたいなモフモフは、ホイップクリームを絞った上からこう、 上のね、コーティングチョコをかけているので、ふわふわしている感じなんですけど、ここも崩れてないですね。はい、中にはクリーム、エンゼルクリームが入っています。このね、パッケージ、入れ物もちゃんとポケモン仕様です。かわいいです。これ後で中身見てみましょう。そしてこの中古グラスとドーナツだけでなく、 はい、ドリンクもポケモン仕様なんです。このポッチャマの絵柄と、はい、今回はこんなピコザル、ナエトル、ポッチャマ、ピカチュウのパッケージのもので入れていただいたんですけれども、他にもあるかもしれないですね。いろんな絵柄。ちょっとこれは着てみてのお楽しみなので見てみてください。 はい、ドリンクはカルピスとリンゴジュースを氷なしで入れてもらいました。お家で飲む時とかは氷なしにしてもらうと、お家帰ってきてからこのまま冷やしてもいいし、氷入れてもいいので、いいんじゃないかなと思います。薄まらないですね。はい、あと何と言っても嬉しいのが、この紙袋ですね。紙袋も特別仕様でくれます。はい、この中にワンセット入って、 あの、提供されるような形になるんですね。数量限定みたいなので、これは、欲しい人はお早めに。ピカチュウ、ポッチャマ、ヒコザル、ナエトルがいて、裏側にも元気な4人が映っています。可愛い,いです。はい、ということで、今回はかなり気合の入りまくりのキッズセットなんですけれども、同じく気合が入っているのはこのクリスマスのセットです。 3種類あって今回は2種類ゲットしましたマグカップバージョンとこちらお皿のバージョンの方ですねプレートになりますもう1つブランケットもあったんですがそれぞれ、えっと、ドーナツセットっていうのを今回選んできて1400円ぐらいなんですねでえっとドリンクセットを頼むと1500円ぐらいでえっと何か1つこれか これか、ブランケットか選んでゲットできるみたいです。まあ、ただ、私はね、今回はコップとかがちょっと欲しかったので、こっちにしました。はい、マグーカップを見てみるとこんな感じのデザインになっています。冬らしくって、いいですね。ホットティーとかココアとか入れたいです。こちらに、ミミロル、ポッチャマ、リーフやグレイシア、EV、 ピカチュウがつってます雪だるまでドーナツ作ってるのかなとっても可愛い内側にはデザインないんですけれどもすごくほっこりする感じでいいと思いますはいそしてプレートはミニプレートではなくかなり大きめのプレートになっていますこれがね子供たちにポケモンのねあのドーナツ出す時にこれに乗せてあげたいと思って手に入れたものになります入れておかない 大きいからねあの気をつけて開けてください開いて開いたあ反対側でしたこっち側に上が向いてたわはい中身はこんな感じあデザイン的にはここに映ってるデザインですねこれに色付けされた感じで大人の手のひらよりずっと大きいです全部この端から端までで20センチくらいかなだいたい20センチくらいだと思います 文字を見るとこっちが上かなって感じですね。でもどの方向から見てもポケモンたちがいてとってもかわいいです、はい。これにちょっと今ドーナツ乗せたいからちょっと洗っていきたいと思います。はい、ということで綺麗に洗ってきました。こっちの方がなんかクリアに見えますね。うんうん。とってもかわいい。みんなが。並んでるのが嬉しい。かわいい。 はい、そして、えー、とドーナツたちはこのパッケージの中に入れてもらっていますすごいですねなんかもう本当に開けるたびにワクワクする感じこれねチラッと見えてた EV 開けてみるとポッチャマとピカチュウがいてさらに開けるとドーナツが見えますさあ横のところから開けるのかなこんな感じはい このドーナツセットは、ピカチュウかさっきのイーブイどちらかを選んで、その他に、こんな振り向きポーズのドーナツ1種類と、リースのデザインのドーナツを2つ選ぶ感じになっていました。なるほど。今、もう、さらって開けちゃったけど、 ここの窓を開けるのが正解ですよね。この窓には誰がいるのかなって見てあげなきゃね、まずね。はい、このファンクッションも楽しめる箱になってたわけです。はい、ポっマとピカチュウがいましたって感じですね。で、ここを開けて、で、でもこっから先はもうそのままでいいのかななんか、なんかありそうなのに分かってなかったらごめんなさいなんだけど、開けるとみんながいるって感じ。 はい。ピカチュウは、去年までは、この、ピカチュウのお顔が、バナナクリーム味みたいな感じじゃなかったバナナクリームが入ってて、バナナの味みたいな感じだったはずなんですけど、去年かな一昨年かなはい。今回は、エンゼルクリームが普通に入っていて、ピカチュウのお顔の部分は、プリン味のチョコレートがコーティングされているようです。で、 目の部分と、ほっぺに、これはチョコで、こっちがマーブルチョコかなで、お花と口。これもバランスよくみんな作られていて、どの子もとっても可愛かったです。はい、そして、えっと、この振り向きポーズの中に入ったドーナツはちょっと珍しめのものを選んできました。なんかソーダのパウダーみたいなのがかかってるやつらしいです。他は、えっと、中に ホイップクリームとかチョコクリームが入って、キャラメルクリームをかけられたイーブイちゃんとか、あとは普通にカスタードクリームかな入って、で、プリン味の、あの、チョココーティングされた、あの、ピカチュウがいたんですけど、今回は、このグレイシアとポッチャマも同じタイプのドーナツで、まあ、喧嘩しないようにね、買ってきました。ピースも3種類出ていて、 この普通のチョコにカラースプレーがかかっているタイプとはい、いろんな種類ゲットするためにもう一つね、あのマグカップとお皿用で買ったセットの方に入っていたものですけどはい、これですね。黄色いリース。ピカチュウのプリン味と同じチョコレートがかけられたポンデリングとホワイトチョココーティングにあのカラースプレーがかかったタイプ 三種類ありました。こっちに入ってたのはパチリスでしたね。ごっちゃまじゃなかった。パチリスの方でした。この袋が変わっただけなんですけれども、こっちゃまバージョンも同じブルーのドーナツでありました。その他に、えっ、ー、と、イーブイとピカチュウですね。それぞれ、えっ、ー、と、それぞれのスリーブに入って置いてありました。はい、このセットが特別な袋の中。 クリスマス仕様の袋の中に入っていた感じになりますね。こちらの袋はマグカップやプレートとリンクしたような同じシリーズの絵柄になっています。ほわかしていてドーナツの絵もかわいいですね。反対側の目はこんな感じになっていてなんかみんな大集合してワイワイ楽しそうです。この 黒もなんか特別感があっていいですよね。プレゼントされたらほんと嬉しい可愛いパッケージになってます。はい。ではちょっとお味見してみましょう。何にしようかなーって。やっぱ気になるのそれぞれありますよね。えー、まあ2個あるからな。まず、イーブーいきます。全部は食べられないから。 ちょっと待って、イーブイ入ってたやつがこうなってる。なるほどね。この傾きがあったから耳も壊れず、歪むことなく持ってこれたんだ。すごい。そして、抜いたところにいるイーブイもまたかわいい。すごい。計算されてる。え、じゃあピカチュウもだよね。ピカチュウもじゃあ、取ります。ピカチュウはこんな感じ。あ、かわいい。 なんかリースを持つみたいにポンデリング握ってる。可愛い,いです。こちらもね、斜めに立てかけるような仕様になってますね。なるほどね。だからこう、持ってきても崩れなかったんだ。ええー。そんな中崩しちゃうけど、どうしようどっから見たいま、複ツに割るって許される許されるかなちょっと、子供たちに怒られそうだけど、行きます。 あ、でもその前にあれかなあうんんいいいくナイフはこっちじゃないといきますクリームがねどうなってるかすごい気になっていて草あ結構やっぱりねそうだよねこうなるよねはいこんな感じ中はもうしっかりホイップが入ってる感じだおーぎっしりじゃあ顔の部分はせめても残してあげよう耳の部分でちょっと食べよう はい。お味見します。いただきます。あ、キャラメルが思ったほど甘くないです。あの、むしろもうちょっと苦味とか何かあってもいいかなぐらい違和感なく、普通のチョコレートに近い感じで食べられるので、むしろ良かったかな。うちの子供たちはあまりキャラメル得意じゃないので、これは良かったです。 じゃあ、顔のところに何が入ってるかはしっかり分かったから、ピカチュウは耳だけにしたいと思います。はい。ということで、耳の部分を、いただきます。バナナみたいだね、見た目。あ、耳には入ってないですね、クリーム。お顔の部分だけくらいです。なるほど、なるほど。あ、でもいいです。 むしろここの部分だとよりチョコの味がわかるかなということでプリン味のチョコ初ですいただきますプリン味の方が甘いけどこちらも思ったよりプリンプリンしてない感じで食べやすいそしてこの部分は安定のチョコで美味しいですねうんこれはありあり はい、ピカチュウの以前バナナクリームとかバナナチョココーティングの時にはちょっと甘さがきつくて香りも苦手だったので一回きりだったんですけど <laughs> このピカチュウだと確実に子供たち好きだし食べてくれるので何回かこの可愛さだと買っちゃうかもしれないすごいリピート率が高そうな美味しいドーナツでしたはい、じゃあ謎の このソーダ味の方もちょっと食べてみよう。これ、色的には結構ドキドキな色ですよね。ドーナツでソーダってどうなんだろうあ、なんだろうもっとジャリッとした感じかなって思ったらそうでもないなんだろうホワイトチョココーティングの上にパラパラしてるのかな 見るとこれはカスタードクリームかなカスタードクリーム入って生クリーム入ってホワイトチョココーティングの上に青いパラパラえー、青いパラパラの部分だけちょっと食べたいいただきますあラムネっぽいかなって思ったらそうではなく うんむしろこっちを下に載せないでこういうふうに持ってこっちを下の上に載せないと味がわからないかもしれないではいただきますうんそうだうんおいしい これ丸いんですけれども生地的にはフレンチクルーラーに近いような生地になっていてホワイトチョココーティングもあんまりくどくない感じまろやかにソーダ味をこう伝えてくれるようなくらいであ両方いいバランスで乗ってると思いますソーダの味も初めあソーダじゃんって思うけど食べてればドーナツの味に馴染んでいって とっても美味しいです。え、どうなんだろうって思ったけれども、これはリピートありです。見た目的にもね、え、ね、なになにっていう話題性もあるし、美味しいので、とってもいいと思います。これ、大当たりでした。しかもなんか、普通にただのドーナツかなと思いきや、中にしっかり挟まれてるっていうのがいいですよね。見た目あんまりわかんないんですけれども、そして袋に入ってるのがまたいい。こぼれないし、手汚れないし、最高です。 はい、で、ラスト、ポンデリングのリース。このプリンタイプのだけ、一個食べてみようかな。こっちの方が味よくわかるかな。あんまりこのパラパラ得意じゃないから、パラパラ少なめのとこいこう。はい、ということで、いただきます。はい、こちら、いつもの美味しいもちもちのポンデリングに。 プリン味のチョココーティングってことだったんですけれどもあんまり味はプリン味はしないかなポンデリングにむしろ負けちゃってるかないつものこっちのチョコの方があのしっかりとチョコの苦味とかも感じてチョコが伝わってくる感じがする気がする私はねでも見た目的には華やかなので入れてあげるととっても喜ぶ色合いだと思います むしろ癖ないから、あのー、怖がらずに買って大丈夫なタイプです。お母さんたちに回されても、うん、大丈夫って、美味しいって食べられるものだと思います。はい、というわけで今回は、ミスドのポケモンコラボ商品を紹介しました。いかがだったでしょうかグッズだけでなく、今発売されているドーナツたちもとっても可愛くて美味しかったので、 ぜひぜひチェックしてみてください。また新商品、面白いものを見つけたら紹介していきます。チェックしてもらえたら嬉しいです。以上、ドリームチェイサーでした。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。